石川雄一ヘッドコーチです。さあ両チームのスターティングファイブが紹介されました。香川ファイバローズ、筑波拓郎、そして得点ランキング現在3位です、アンドリュー・フィッツジェラルド。今シーズンキャリア初のキャプテンを務めました星野佳彦。アンドリュー・フィッツジェラルド、クリーナー、クリーナー来たー、バスケットカウント。いやー、ここは強さがありました。208センチのプレイヤー同士のこのマッチアップ。グラント、ディスバーグ、バーグのショット、おー決めた。さあ坂田に渡して坂田のシュート、ここは逆転のレイアップ。フィッツジェラルドがマークにつきます。うん、タフなショット入れていった、逆転です。さあウラントがどうするか、遠目からフックショット、連続得点、誰が突き放していくか、阿部、あー、ここはオフェンスリバウンド、よく取りました。セカンドチャンスから、この児玉キャプテンを中心に本当にチームの一体感があります、香川ファイバーローズ。さあここはフィッツジェラルドが、吉野達彦、ここは自分でいきます。キャプテンの児玉、酒井を振り切って、このスピードが児玉、情報まさし、スリーポイント、スリーポイント決まりました。さあここはブラントだ、ブラント来た、飛び込んでいったブラント、苦しい時もベンチから声が出ているんです。ギアを緩めず、プレーオフに向けて一試合一試合戦ってほしい、その思いに応えるアンガス・ブラント。さあ今度は児玉、ノマークを作って上田のスリーポイント、強い香川ファイブアローズ。児玉中に入れてブラント決めた。あ、一時は同点に追いついた姫だったんですが、ここは突入していこう。さあボールを運んで時間を使います、香川ファイブアローズ11連勝達成、西地区首位譲りません。